生まれたばかりの娘にカメラを向け喜ぶ母親。しかしもしこの娘が本当の子供ではなかったとしたら、2021年2月、韓国慶尚北道の警察署。ごめんなさい、どうしようもなかったんです。取り調べ室で涙を流しているのは、3歳の娘を自宅に放置し死なせた容疑で捕まった21歳の母親キム。この事件が思わぬ方向へと動き出したのは、非常な母親の姿が韓国中で報道されてから3週間後のことだった。嘘よ、そんなはずはないわ。キムは警察から告げられたある事実を耳にし、声を荒げていた。警察は彼女の表情を確認しながら、もう一度同じ言葉を繰り返す。本当です、あなたと亡くなった娘さんは本当の親子ではありません。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるレナ・テミスだ。今回ご紹介するのは、娘を自宅に放置し殺害してしまった非常な母親の事件だったんだが、実はその母親と娘が親子ではなかったという奇妙な事件。二人が親子ではないことが分かると、警察は DNA 鑑定を駆使して本当の母親探しを始める。そして亡くなった娘と DNA 親子鑑定が一致したのは、誰もが予想だにできない意外な人物だったんだ。変わり果てた少女。2021年2月10日、韓国慶尚北道久美市のとあるアパートの3階、48歳のソクという女性はある部屋の前に来ていた。インターホンを鳴らしたその部屋に住んでいるのは、ソクの娘で21歳のシングルマザーキム。今は3歳になる娘のラムと2人暮らしをしており、ソクからすれば娘と孫に会いに来た形だ。実はソクもこのアパートの2階に住んでいたが、部屋を訪れたのは久しぶりのこと。その理由は、ソクと娘であるキムの親子関係があまり良くなかったためだ。しかしこの直後、ソクは今まで娘たちの家を訪れなかったことを深く後悔することになる。実は今回、ソクがこの部屋にやってきたのには明確な理由があったんだ。少し前、ソクは大家からこんな話をされていた。キムさんと連絡が取れないんです。母親であるあなたが強引にでも部屋を開けてくれませんか。ソクは家主から鍵を預かっており、意を決してキムの部屋のドアを開けた。室内は異様なほど静まり返り、人が暮らしているとは思えないほどガランとしている。それもそのはず、一切の家財道具がなくなっていたんだ。立ち尽くすソクの鼻に何かが腐ったような匂いが漂ってくる。それと同時にソクの目に映ったのは、部屋の隅に横たわる少女の小さな背中。ああ、なんてこと、ラム。慌てて孫娘のラムに駆け寄ったソクだったが、手遅れであることは明らか。なぜなら、近くで見るラムの体は棒のように痩せ細り、ミイラ化していたから。それから9日後、母親であるキムが逮捕される。キムが娘のラムを放置して家を出たのは半年前の8月のこと。その後、キムはそれほど遠くないアパートで恋人と暮らし、現在妊娠中だったんだ。母親が育児を放棄したことで、わずか3歳の少女は命を落としてしまったんだ。キムはなぜ娘を置き去りにしたのだろうか。逮捕された母親キムは、取り調べ室で涙ながらに訴えた。離婚した旦那との間に生まれたラムを見たくなかった。でもどうしていいかわからなかったんです。生前の娘ラムの写真を見ると、どれもこれも実に可愛らしく写っている。フリルのついた服を身にまとい、ふっくらとした桜色の頬を見る限りでは、人並みの愛情は受けてはいたのだろう。日常的に虐待をしていた形跡も見られない。恋人に溺れた母親の浅はかさが事件を引き起こしてしまった。警察はそう分析した。この事件がメディアで報道されると、人々は21歳の母親キムを激しく非難。一方のキムも事件を深く反省し、罪を認めたことで事件は解決した。しかし警察の捜査が進むと同時に、この事件に潜む大きな秘密が浮き彫りになっていくんだ。その秘密とは、亡くなった少女ラムに関すること。それは罪を犯したキムさえ知らない衝撃の事実だったんだ。本当の母親。キムが逮捕されてから約3週間ほど経った2021年3月、一体どういうことだ。書類を見ながら首をかしげる警官の姿があった。形式的な身元照会目的で行った娘ラムの DNA 検査の結果、思いもよらない結果が出たからだ。その結果とは、娘ラムと母キムの遺伝子は一部は一致するものの、親子関係は成立しないというもの。この結果に誰よりも驚きの顔を見せたのはキムだった。
ラムを産んだのは私です。間違いありません。この言葉を受けて警察はもう一度キムと娘ラムの DNA 親子鑑定を行った。しかし結果はやはり親子関係はないというものだったんだ。それでもキムは自分がラムの母親であると主張し続けたんだ。母親キムの DNA 鑑定を短期間に何度も行った警察。これは韓国では DNA 鑑定が日本よりも身近な存在であり、普段から頻繁に行われているからできることなんだ。ここで本日のメトラーキーワード、韓国の DNA 鑑定について。韓国で DNA 鑑定を行っているのは国立科学捜査研究院という研究機関。日本で DNA 鑑定を行うのは大きな事件であることが多いが、国立科学捜査研究院は重要事件や未解決事件はもちろん、日常での鑑定も積極的に行っている。そのため韓国では日本よりも DNA 鑑定が身近な存在と言えるだろう。なぜ韓国で DNA 鑑定が積極的に行われるのかというと、それは1950年から1953年にかけて行われた朝鮮戦争が深く関わっている。この戦争で離れ離れになってしまった家族を引き合わせるため DNA 鑑定を活用しており、それは現在まで続けられているんだ。警察はラムの本当の母親を見つけるため、彼女と関わりのある人物すべてを対象とし DNA 鑑定を行っていく。その結果、ラムの母親として一人の女性が浮かび上がったんだ。警察が娘ラムの周辺人物に DNA 鑑定を行った結果、ラムと親子関係が一致する人物がついに現れる。その人物とはなんと祖母の祖父。先に述べた通り、キムとその娘と思われたラムの遺伝子情報は一部が一致していた。それもそのはず、この二人は親子ではなく、いわば姉妹だったんだ。この結果を受け、祖父はこう答える。何かの間違いでしょう。私はラムを産んでなどいません。 DNA 鑑定はその後4度にわたって行われた。その結果は全て祖父とラムが実の親子であるというもの。それでも祖父は認めなかったんだ。そこで警察は娘であるラムの父親さえ分かれば真実を明らかにできると考える。そしておよそ100人の男性の DNA 情報が調べられたんだ。その中にはもちろん祖父の夫も含まれていた。しかしラムと親子関係が一致するものは誰一人いなかったんだ。この奇妙な出来事に警察はある仮説を立てる。キムが女の子を出産したのは産婦人科の履歴から見ても明らかだ。そして祖父は偶然にも同時期に子供を密かに出産し、母親キムが出産した子供と取り替えたに違いない。一応筋は通っているが、仮にそうだとすると、キムが出産した子供を祖父は一体どうしたのだろうか。誰かが嘘をついているのか、真実はどこにあるのか、疑問は尽きないが、警察が立てた仮説をもとに捜査を進めると、新たな犯罪が浮かび上がってきたんだ。祖父の告白。ラムが亡くなってから1ヶ月後の2021年3月、祖父の事情聴取により思いがけない事実が判明する。祖父がラムの遺体を発見したのは、実際は通報した日ではなくその前日の夜だったというんだ。その日の夜、あの部屋で何が行われていたのだろうか。祖父は家主から預かった合鍵を使い、3階にあるキムの部屋のドアを開けた。誰もいない。こんな時間にどこをほっつき歩いてるんだか。軽い気持ちで様子を見に来ただけの祖父だったが、部屋に入るとそれだけでは済まされないことがわかる。ひ短い悲鳴を上げる祖父。亡くなっているラムの遺体を発見したんだ。祖父は震える手でキムに電話をかける。しかし何度呼び出し音を鳴らしてもキムは電話に出ない。とっさに祖父はこう考えた。遺体をどこかへ運ばないと。祖父はブランケットを探し出し、その小さな遺体を巻いていく。恐怖と緊張で息が上がり、口の中がカラカラになる。ブランケットで巻いた遺体を箱に入れようとしたその時だった。突然聞こえてきた風の音がひどく恐ろしく、頭を抱えてうずくまる祖父。しばらくして自分がとんでもないことをしていることに気がついた祖父は、逃げるようにその部屋を後にした。なぜすぐに通報しなかったのかと聞かれた祖父はこう答える。とっさにキムを守ろうとしてしまったんです。自分にとって娘であるキムを守ろうとしたと証言する祖父。結局彼女は遺体隠蔽未遂容疑で逮捕されている。こうして祖父は逮捕されたわけだが、もはやこの事件は亡くなった娘ラムの母親は誰なのかという側面に注目が集まっていた。再び警察は祖父が自分の子供とキムの子供を取り替えたという仮説をもとに捜査を始める。いくつもの産婦人科や保健所
所を調査し、即が出入りをしていた記録を探していく警察。しかしそんな事実は出てこない。そんなある日、警察は有力な手がかりになり得る証言を手に入れる。3年前の3月頃、即さんは少しふくよかになっていました。お腹がポッコリと出ていた気がします。こう証言したのは即の知人だった人物。3年前の3月といえば、娘であるキムが出産を間近に控えていた時期だ。もしこの時に即も妊娠していたのなら、警察の仮説の信憑性が一気に高まることになるね。そして重要な証言はもう一つあったんだ。その証言をしたのは即の娘、キムが入院していた病院の看護師だった。キムさんが入院していた産婦人科の病棟は外部の人間でも簡単に出入りすることが可能です。看護師はほとんど訪れませんから。つまり即が病院に入ることは簡単にできたと言うんだ。さらに看護師は続ける。あと、生まれた赤ん坊の足首にはネームプレートが付けられています。でもある時、キムさんの子供のネームプレートがなくなっていたんです。ネームプレートが単に紛失したのではなく、この時赤ん坊自体が入れ替えられたのかもしれない。警察もそう考えていたようだ。もう少しで真実にたどり着くぞ。即の嘘が暴かれると警官たちが鼻息を荒くした。しかしある人物の証言によって警察の仮説はあえなく覆されてしまう。その証言をした人物とは即の夫。妻が妊娠して出産したなんてありえない。私と妻はずっと同じ小さなアパートの部屋で暮らしているんだ。私が気づかないわけがない。彼は3年前からずっと即には何一つ変わったことがなかったと断言したんだ。ここに来て振り出しに戻ってしまったね。この謎だらけの事件が最終的にどう結論付けられたのかを見ておくれ。疑惑の行方。もし警察の仮説通り、即が自分の子供とキムの子供を取り替えていたとしたら、その理由は何なのだろうか。まず初めに考えられるのは、即が不倫相手との子供を妊娠し、自分の不貞を隠すために行ったということだ。しかしこれは現実的ではないと言わざるを得ない。誰かに目撃される恐れがある中、生まれたばかりの赤ん坊を抱えてキムが入院している病院へ行くこと自体が危険だからだ。その上、忍び込んだ病院で子供を取り替えたとしても、キムが出産した赤ん坊を何らかの方法で処理しなければならない。ラムの遺体を発見した日、風の音に怯えていた即にそこまでの度胸があるだろうか。しかしこれらの方法で子供を取り替えられる方法が一つだけある。それは即の夫が共犯者であることだ。もし夫が共犯者であるならば、話は急に現実的なものとなる。しかしその場合、即の不倫を隠すために子供を取り替えたという理由が成立しなくなってしまうのも事実だ。即が不倫していたならば、一番隠したい相手は夫であるはずだからだ。メトラーの皆さんはどう思っただろうか。4度の DNA 鑑定の結果が出ている以上、即が実の母親である可能性はほぼ 100% と言っていいだろう。それでも即は最後までそのことを認めていない。そして子供を見殺しにしたキムに対しての判決が下される。娘として育てていた少女ラムを見殺しにしたキムには殺人、そして児童福祉法違反などの罪が認められ、懲役20年。一方、ラムの遺体を一度は隠蔽しようとした即の裁判は2023年5月まで長引き、その結果言い渡された判決は懲役2年と3年の執行猶予だった。ラムの本当の母親は祖母の即だ。誰もがそう口にするものの、最後まで DNA 鑑定の結果を認めようとしなかった祖母即。彼女の口から真実が語られる日はやってくるのだろうか。それとも DNA 鑑定結果の方が間違っているというのだろうか。しかしたとえ真実が明らかになろうがなるまいが、一人の少女が家に置き去りにされ、母親の帰りを待ちながら命を落としたという事実は変わらない。本当の親が誰であれ、幼い少女のことを心から愛し守ってくれる存在が近くにいなかったことが何よりも悔やまれる。韓国中を煙に巻いた一連の騒動、ぜひこの事件に関する君の推理を聞かせておくれ。意外とその中に真実が隠されているかもしれないよ。